ここに示したのは飛び乗る鶏という錯覚の起こる立体です。立体の後ろに鏡が立ててあるんですが、この立体直接見ると正十二角柱を横向きに立てた形をしています。で、その正十二角柱は鏡の中でもそのまま映ってますね。でも一番下にいる鶏が鏡の中で一番上に映ってしまうという錯覚です。鏡は別に特別なものではありません。普通の平面鏡ですね。ですから私の手なんかがそのまま鏡の中に普通に映ってると思います。で、この立体も普通に映ってるんですが、鶏の位置だけが変わってしまう不思議な錯覚ですね。これの作り方をご紹介しましょう。では飛び乗る鶏を作ってみましょう。これが展開図ですね。インターネットからダウンロードしたものを A4 の紙にプリントしてください。私が使っているのは少し厚い紙なんですが、これはハガキ、完成ハガキに使われるぐらいの厚さの紙です。薄いと作った時に綺麗に立ちませんし、厚すぎると作るのが大変ですので、はがきぐらいの硬さの紙がいいと思います。で、部品が2つあるんですね。この円柱の形に見える部品と、それから下にいたり上に飛び乗ったりする鶏の2つです。で、それぞれの部品をハサミで切り取っていきます。これで外側が切り取れましたね。で、中をくり抜きたいんですけれど、そのためにはここに、ハサミの先を少し突っ込んで、できないですね。こんな風にして切るといいですかね。そして穴を開けて、そして中の方を切っていきます。はい、こんな風に切り取りましたけれど、一つ目の部品はこれで完成なんですね。折ったり何か別の部分と貼り合わせたり何もしません。ただこれを、カメラの前に置くだけなんです。どんな風に置くかは後でお示ししましょう。次に二つ目の部品を切り取りましょう。裏と表に鶏が描かれた紙を作るわけで、裏と表に同じ鶏が逆向きにプリントされたものがあります。で、その下にはこれを立てるための、出っ張りを作るわけですね。これでできました。そしたらですね、この真ん中の線に沿って裏と表を貼り合わせますので、こんな風に折ります。そしてこの、立てる部分もあらかじめ折っておきますね。そして最後にこの2枚を2枚あ裏と表を
なる部分を貼り合わせるわけですけれど、糊をつけます。立てる部分の下の端の出っ張りのところには糊がかからないように注意してください。でこんな風に、貼り合わせたら完成ですね。これで立ちます。で、せっかくですので、この鶏四角い枠の中に入ってますけれど、もう少しリアルっぽく見せるためにこんな風に周りをちょっと切ってみるのも面白いかもしれないですね。あの裏表が逆、鏡ので対象になるような風に描いてありますから、表から切っても裏もしっかり絵を切り取ることなく白い部分だけが、切り取ります。こんな感じでいいですかね。で無事鶏とそして円柱の2つの部品ができました。これで紙工作は終わりです。ではこれを実際に適切なカメラ位置から見てどんな風に錯覚が起こるかを見てみたいと思います。今こんな風に部品を切り取って作っていただきましたが、これを使って錯覚を観察してみたいと思います。後ろに鏡を立てるんですが、コツはですね、鏡は最初から立てないで、まずこの立体だけで立体とカメラとの位置合わせをします。今あの皆さん見ていただいているビデオカメラを固定してますので、この輪ですね、これは正十二角柱を横向きに立てた形に見えるはずのものなんですが、向きをずっと変えていくとだん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 立ってきて、こんな風に綺麗な正十二角柱が立った、横向きに立った姿が見つかると思います。でその位置で固定してください。この位置を見つけるコツはですね、この正十二角柱ほとんど白なんですけど、黄色の板が2枚ありますね。これが縦に並ぶ位置が正しい目の位置ですね。でこんな風に、この部品を固定します。そして一番下に鶏を置きましょう。これで準備完了ですね。でこんな風に立体の姿勢と鏡の位置関係を決めたら、もう鏡じゃないカメラの位置関係を決めたら、カメラと立体は固定したまま動かさないで、最後に鏡だけ調整するんです。ちょっと鏡を入れてみます。これは立体の後ろに立つはずの鏡なんですけど、向きをうまく選べばいいわけですね。まずですね、この横向きに形をいろいろ選んでいくと、やはり黄色が上下に合うところが出てきます。でこれでいいですね。でちょっと横長の輪っかに見えると思いますので、向きを前に倒す感じで少し調整します。とこれで、鏡の中でも正十二角柱が見えますね。でしかも鶏は一番下にあったものが一番上に飛び乗ってます。で皆さん作り方からお分かりだと思いますが、これは別に立った正十二角柱ではなくって、平らな面に置かれた絵なんですよね。でここが一番カメラに近くて、こちらが一番カメラから遠い。でカメラから遠いところってのは鏡の中ではカメラに一番近くなって、一番近いところが遠くなりますから、この下に見えたところが鏡の中では上なんですね。でこの上に見えたところが鏡の中では下、この指の位置を見ていただくと分かります。ですから何も不思議なことは起こってないんですけれど、私たちがこれを見た時にですね、机の上の平らに置かれた絵ではなくって立体だと思ってしまうので、鶏の位置が変わったと感じる錯覚が起こるわけですね。でどうしてこういう錯覚が起こるかというと、主な理由は2つあります。1つはですね、カメラで撮影した映像を皆さんに見ていただいてるんですよね。でそうすると私たち普段は目が2つあって2つの目で物を見ますから、右目と左目の見え方の違いから本当の奥行きが分かります。
でもカメラで写すとカメラにはレンズの中心が1個しかないので片方の目をつむってみた状態になるわけですね。と奥行きがなくなって脳の中で奥行きを想像するっていう状態になるわけです。それからもう一つの理由はですね、私たちの脳って直角が大好きなんです。で、平行四辺形を見ると長方形が斜めに置かれているところを見てるという気になるんですね。で、この部品は平行四辺形でできてるんですけれど、それを長方形だと脳が思う。その結果、これが立体が立って、正十二角柱が横向きに立った立体の姿だと思うわけです。で、水平な絵なのに水平だということが分かりにくくなっているために、鶏の位置が変わったと感じるという錯覚が生じるわけですね。これが飛び乗る鶏の錯覚でした。